皆さんこんにちは。ホンダドリーム RT 桜井ホンダの浜原聡太です。今年はゼッケン2番をつけて JSB 1000cc クラスにフル参戦します。長いシーズンオフが明けました。今年も皆さんの前で走れるのがとても嬉しいです。モテキでお待ちします。昨シーズンは、ポールを獲得して、速さを見せることができたんですけど、決勝で結果が残せなかったんで、今シーズンは必ず表彰台に乗って、チームと、最高の戦いをしたいと思います。JSB 1000クラスゼッケン10円馬津田一馬、応援よろしくお願いします。ぜひ皆さん、モビリティリゾートモテギに応援に来てください。よろしくお願いします。JSB 1000クラスのゼッケン12番チーム児玉の児玉優太です。今年は、入賞できるように、全力で、前線頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。開幕戦のモビリティリゾートモテギへぜひお越しください。皆さんこんにちは、ライダーの岩田悟です。今シーズンもいよいよ開幕戦を迎えることができます。その中でですね、コロナの状況もちょっとずつ緩和になってきた中でですね、MFJ さんだったり大会の皆さんがですね、協力していただいた上で、素晴らしい大会が迎えることになると思うので、ぜひ、お近くの方はですね、ぜひ足を運んで応援に来てください。よろしくお願いします。ヤマハファクトリーレーシングチームの中須賀克之です。今年はゼッケン1番で走ります。昨年は前線優勝をしてチャンピオンを獲得することができました。ありがとうございます。今年も、昨年と同様な最高なシーズンを過ごしたいなと思っております。開幕戦からスタートダッシュを決めれるよう、ぜひモビリティリゾートモテギへ応援しに来てください。よろしくお願いします。JSB 1000クラスゼッケン15番の渡辺和樹です。今シーズンは、久々の全日本ロードレース前線参戦ということで、すごくワクワクしているシーズン前なんですけど、開幕戦のモテギ、モビリティリゾートモテギに名前が変わっていますが、ぜひ、皆さんの前でいい走りができるように頑張りますので、ぜひ現場に足を運んで、応援していただければなと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、 JSB 1000クラス、7番秋吉康介、村山ホンダドリーム RT 走ります。今年はですね、なんといっても、開幕します。その中でモビリティリゾートモテギで皆さん応援来てください。よろしくお願いします。JSB 1000クラスに参戦してます、ゼッケン23番チームタタラアプリリアの江口健です。世界中の皆さんに RSV4 の魅力を伝えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。 JSB 1000クラスにアステモホンダドリーム SI レーシングより参戦する坂本光介です。今季は新たに JSB 1000クラスにステップアップすることができました。トップ争いに絡めるように頑張りますので応援よろしくお願いします。JSB クラスゼッケン9番 KRP 山陽工業 RS 伊藤柳明です。今年は、いつも通り全力全開で毎戦走りますので皆さん応援してください。 JSB クラス28番をつけて SDG モータースポーツ RT ハルクプロから参戦します、榎戸幸弘です。今季 JSB 初参戦となります。開幕戦から勢いのある走りを見せられるように頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。ヤマハファクトリーレーシングチームの岡本優希です。今年はゼッケン29番で走ります。そうですね、去年から今年にかけてクラスも変わったんですけど、全日本最高峰のクラスとして、恥のないような走りをしっかり皆さんの前でお見せできればいいなと思います。皆さんぜひモビリティリゾートモテギへ足を運んでください。今年も、JSB 1000クラスを走ります中富真一です。番号は去年と一緒で16番をつけて走ります。今年もまた全日本選手権のこの舞台で走らせてもらえるようになりました。応援いただいているスポンサーさんや、ファンの皆様の答えに応えられるように、全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。 JSB 1000ゼッケン6番ホンダ鈴鹿レーシングチームの、亀井雄大です。今季の意気込みは、泥臭くてもまず1勝もぎ取っていきたいと思います。